ゼル卿がガリアの犬どもに奪われた。防衛部隊にはふぬけしかおらんのか。皇帝陛下の意向を汚しおって役立たずどもめ。戦車であの川を渡ったらしいな。敵さんもなかなか面白い戦法を使う。定石では考えられない野蛮な戦術だ。所詮は下賤な民兵の集まり、偶然の勝利だろう。身分の差だけで戦争に勝てるのならあんたらもよっぽど楽だっただろうにな。問題は反抗しようとしているガリア軍勢力をいかに押し戻すかだ。そうだな。敵もバーゼル卿奪還を好機として中部ガリアに戦力を傾けるだろう。マクシミリアン殿下、いかがいたしましょう。燎原の火は消さねばなるまい。小さな炎であるうちにな。ガリア軍を押し戻すには中部部隊の戦力増強が必要だ。それにはクローデンからの補給路を盤石にする必要がある。グレゴールは中部部隊を立て直した後、引き続き北部ガリアの進攻を進めよう。は。要はバリアス砂漠に向かう。セルベリアは世の友を背負う。喜んで。我が身は殿下のために存在します。クローデン補給基地の防衛と補給線の維持はイェーガーに命ずる。すでにガリア軍が派兵している可能性もある。急ぎクローデンへ向かえ。ああ、任せておけ。